アホルンタールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属する、マチソン。アホルンタールという名の集落はなく、キルヒア・ホルン地区に自治体機能が置かれている。アホルンタールは、フレンキシェ・シュバイツ自然公園内のアホルンタール盆地、およびアイルスバッハ渓谷上流部に位置する。この町は、公式には27の地区からなる。 このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1972年の自治体再編で、それまで独立した自治体であったアドリッツ、フライアホルン、キルヒアホルン、ケルツェンドルフ、ポッペンドルフ、ライツェンドルフ、クリスタンツ、オーバー・アイルスフェルト、およびホォルスバッハが合併して生まれた自治体アホルンタールは、かつては帝国騎士領に属していた。 1806年にライン同盟により、この地域はバイエルン公国領となった。この地域の人口は、1970年2116人、1987年2077人、2000年2290人であった。自治体アホルンタールの行政機能は、キルヒアホルン地区に置かれている。赤字と金字で左右に分かれる。 左側には三本に枝分かれした銀のカエで、アホルーの木、右側は峰が三つある緑の山にカラス。1997年からアイルスバッハ渓谷でボンの連邦自然保護局の試験、発育プロジェクトが実施されている。ありがとうございます。